じゃあ行ってまいります。ありがとうございます。ありがとうございます。お願い申し上げます。皆様方の熱い思いをの、いよいよ本日公示を迎えてこの決戦が始まってまいりました。経済対策、感染症対策、一つ一つ伊佐新一はこれまで具体的な提案をして、それを形にしてきたんです。そして国民の皆さんの生活を守る、命を守る、こういう結果を出してまいりました。まだまだやるべきことたくさんありますので、伊佐新一に引き続き仕事をやらせていただきたい、押し上げていただきたい。応援してます。ありがとうございます。伊佐新一